新型コロナウイルスに対して病的なほどの恐怖心を示す北朝鮮不確かな情報による対策を行う事例がしばしば報告されている。その一つが猫の抹殺だ。ウイルスを持ったまま国境を越えて中国からやってきて国内で広めかねないとの理由で野良猫に対して抹殺令を下す一方でペットとして飼われている猫に対しても殺し処分を行うように指示を下した。 その結果、ネズミが増える結果をもたらしたという。ローマ教皇院のケンティウス発世が1484年、猫はサタンの化身で汚れた存在だと宣告したことで、猫の虐殺が行われ、後のペスト大流行の原因となったと言われている。中には飼い主まで魔女扱いされ処刑された事例もあったとのことだが、それから500年以上経った21世紀の北朝鮮で、 当時の悲劇を想起させるような出来事が起きた。ミャンガンドの NK 内部情報筋は、ヘサン市中心部のソンフドンの自宅で、密かに猫を飼っていた40代のチェさんの一家4人が、20日間の隔離処分を受けたと伝えた。一般的に、北朝鮮での自宅隔離は、玄関に隔離と書かれた紙を貼り付けて封印、外出は愚か、外部とのやり取りを一切禁じるという厳しいもので、 食料支援も受けられず、餓死する人もいるほどのひどいものだ。以前から猫を飼っていたチェさん一家は、飼育禁止令に対して、死んだと嘘の報告を行い、密かに飼い続けていた。ところが、今月22日、その飼い猫が戸外に出てしまった。そして、運悪く、国境線に張られた鉄条網の近くを歩いていたのを兵士に見つかってしまった。兵士は、 猫を追いかけたものの逃げられてしまったが、その逃げ込んだ先がチェさんの家だったことで、猫の飼育が垂れてしまったというものだ。猫はどこかへと連れ去られ、チェさん一家は自宅ではなく施設での隔離を言い渡された。治療薬は愚か、まともに食事も出されず、収容者はコロナではなく栄養失調などでバタバタと死んでいるという、劣悪極まりない環境だ。 もしかすると、一家は、猫同様に二度と戻ってこれない可能性もある。近隣住民は呆れた様子で、水が嫌いな猫が川を渡って中国と行き来しているわけがないと、口々に当局のやり方を馬鹿にしているとのことだ。しかし、北朝鮮の新型コロナ対策は、金正恩総書記が自ら指揮しており、あらゆる貿易措置は、金正恩命令も同然だ。 国境を守る兵士たちは、人間はもちろん野生動物であっても、国境を侵犯する者は銃撃せよとのコロナ対策の命令に従い、中国から飛んできた鳥を射撃したり、野良猫を捕まえたりするなどの作業を続けているという。